じゃあ、スーパーマリオ128のスタートです。まずは、ドットがマリオの登場から始まります。はい、マリオ出てきました。このマリオはですね、マリオ64の時に、出てるのと同じモデルを使ってます。1個が700ポリゴンでできてます。4人出てきましたね。で、64の時はこれを1人と敵を5つぐらいで、それをすごくたくさんいるように工夫して苦労して使ってました。で、背景に使うポリゴンもこのマリオ2人ぐらいで作ってたんですけどね。で、はい、これで20人目、30人目ぐらいですね。いや、もうすでに30人目ですね。30人ちょっとこちら荒いんでね、こちらの方がいいのかですね。あ、これ、このドイツどのマリオ、これこの真ん中に座ってるやつですね。こいつがマリオ64ですね。はい、70 90 90。さあ、どこまで行くでしょう。バレてますよね。127、8。はい、出ました。はい、はい、スーパーマリオ128番目、今日スーパーマリオ128を探せでしたが、このデモで今見ていただいているようにですね、マリオが128人出てます。で、箱を持ってますよね、みんな入ってた箱。これドットなんですけど、これが128個あります。ちょっと足りないですね。で、戻します、もう一回。はい、箱128人の、こんな感じですね。見頃このオブジェクトが出てますね。当然アニメーションやお互いの衝突処理もしてます。AI で、いろんな考えを動いてますよね。サウンドの処理もちゃんと聞こえますか、動いてますね。で、かなり実際のゲームを作るに近い状態で、処理速度の状況をお見せしています。で、画面の下にちょっと見にくいですけど、細い線が入ってますね。このこれ処理メーターになってます。これ処理メーターなんですけども、これが一番右の端まで行くとスーパーマリオ64が1フレーム角度にかかってた時間ですね。30分の1秒かかってたんですね。で、今マリオ64の100倍ぐらいのオブジェクトキャラクターが動いてます。で、しかも当然これ解像画面でありますから4倍の絵を描いてることになるんですけども、で、ポリゴン処理を数字で言えばですね、100倍と4倍描いて、1倍という感じです。いっぱいです。で、今はメモリの、ちょうどメモリで見てると3分の1ぐらいですね。半分以下で処理してますね。ですから、これは60コマ以上で動くってことですね、これが。で、そう、これちゃんと地形の背景チェックもしてるんですよ。地形をちょっと動かしましょうか。はい、こんな感じで景色ができます。転がったりしてますね。ちゃんと登れない方が、みんな転んじゃいました。もっと激しい地形にしましょうか。みんなゴロ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 転がってます。もうちょっと変えましょうか。これね、フレキシブルにウェーブレスみたいですね。ふにゃふにゃふにゃって。はい、動きました。こんなところで、じゃあちょっとライト処理なんかいじりましょうか。ライトを、変えてください。はい、上になったり横になったりいろいろいます。他にも多彩なライトあるんですけども、ちょっとマリオ見ましょうか。これマリオね、スーパーマリオ64と同じマリオです。で、ちょっと退屈なんで、今後期待される、トゥーンシェード中に変えてみましょうか。漫画のマリオに変わりました。ですね。もっとなんか変えましょうか。もうちょっと、なんか透明マリオとか、はい、透明マリオになりましたね。すごいな、すごいね、ちゃんと動いてますね。はい、これモーションフロアなんかね、よく使うからやってみましょうか。ハイフロアでモーションフロアがあります。いろんなことやってるんですけど、ちょっともう一回下のバー見てください。すごく安定してますね。カメラが近づいたり離れたり、それからブロワーかけたり外したりしてもメーターがほとんど動かないです。だから割とそういう処理のことを気にせずにゲームが作れそうですね。開発経験者の方がたくさんおられると思うんですけども、このマリオって全部マリオだから速いんだろうとか、
疑われるでしょう。そんなご心配は無用です。あ、これ実は全部ちょっとずつ違うマリオなんですよ。よく見てもらうと分かるんですけど、色なんかちょっとずつ違います。それで個別にマリオ全部処理してますから、衝突も全部取ってますから、ご心配なく疑わない。でそれじゃあ、はい、あ、これこれマリオ同士も全部当たってますからね。ガーッと貯めると溜まっていきます。なんかチャーハンみたいですよね。炒めちゃいましょうか。具が足りない。はい、具が入りました。はい、美味しそうなチャーハン。ちょうどこうお腹が減ってきた時間なんで、だんだんチャーハンに見えてくる。僕はあのマリオはやっぱりイタリア系の人なんで、ピザのあの方が好きなんですけど、まあスパゲティとかピザとかなんかですかね。スパゲティがいいかな。あ、はい、ピザになりました。ピザ、あっとチーズが乗りましたね。はい、これでマリオが皆さん、あの発売に近づけばですね、もっと美味しそうなピザを作る自信はあるんですけども、はい、ピザを箱に片付けて、はい、以上スーパーマリオ120です。